ぜひ皆さんの協力をいただきまして私が考えている日本の若者の意識改革をですね一緒にやっていただければなというふうに思っておりますので以下の説明を読んでいただきまして賛同いただけましたら協力をいただきたいと思います。 CGS 動画の皆様こんにちは神谷聡平です本日もじっくり学ぼう世界と日本の戦争史家村先生ともにお送りしていきたいと思います家村先生よろしくお願いしますよろしくお願いします前回がですね、はいえー、秀吉のところまでやったんですけれども、はい、まあもうヨーロッパの方は大航海時代に入って まあ内部でも宗教戦争なんかを始めながらアジアへアメリカへ出ていくという中で日本は天下統一が成し遂げられたというそんな16世紀でしたけれども今日は17世紀ですねヨーロッパの方で宗教戦争がまさしくまさにらにか激化してきたというそういう時代ですね。よろししくお願います世紀に入ると ヨーロッパではカトリック対プロテスタント新教対急教の対立構造これを利用した戦争が多発します宗教戦争とは名ばかりで実際にはですね領土拡大をもくろむ各国,な各国の熾烈な戦いにすぎません、うん、でその代表的なものが30年戦争ですね、はい で30年戦争というのは神聖、まあ、ローマ帝国を共通の敵とする4つの全く異なる戦争なんですが、はいまあ、この間あ30年戦争の間にイギリスでは、まあ、国境下による王の絶対主義が限界に達しつつあり教がってて立憲君主制へとまあ移行していくような時代ですね、はい、でそれではですね17世紀の戦争について、まあ、今回も時代を追って、はいえー、見ていきましょう。はい えー、衛星戦争、ね、はい、前回の終わりで言った衛星戦争の最中である1600年、うんはい、イギリスは東インド会社を設立して、うん、アジアでの本格的な、まあ、植民地経営に乗り出します、はいまあ、イギリスがここまで出ていけるだけでで力をつけたとうこすすね <laughs> まあそうですね、はい、そしてこの年、日本では関ヶ原の合戦がありましたね。うん でこれにより最終的な天下統一がなされ、はい、徳川家を中心とする強固な幕藩体制が敷かれて、うん、まあその後二百五十年にわたる平和な時代を迎えるわけです。はい、え、千六百二年から千六百六十三年にはオランダポルトガル戦争がありました。えー、アジア進出を目論むオランダがまあ東インド会社を設立したことによるまあポルトガルとの お六十一年間にわたる極地紛争です。はい、でこれによりオランダが高進量貿易による権益を、まあ、ポルトガルから奪うわけなです、ねはい。もうこれ一個ポルトガルあんまり日本に来ませんからね。まあそうですね。はいはい、オランダにとって変わられてきますね。はい。え千六百五年から千六百十八年今度はロシアの方ですねロシアポーランド戦争、はい、ヨーロッパの方で国内の不満を外に振り向けようとした。 ポーランド・リトアニア共和国がロシア・ツァーリ国の内戦に介入したものなんですね。え、千六百十三年にモスクワを大混乱から解放したことで、えー、ロマノフ朝がここで成立します。はい、ああ、そうか。はい、ロマノフ朝の政策こうなんですね。はい、はいはい、そうなんです。えー、千六百九年には、はい、あまあ赤川合戦で西軍で、えー、まあ参戦して。はい。 かろ、まあ、うじて生き延びた島津藩が、はい、これ逼迫した財政を立て直すため奄美、はい、諸島奪取と対,、えー、対民貿易ですね、はい、対民に対する貿易の利権を得るために、うんまあ、琉球に、まあ、進行した、はい、ということですね,ですね、まあ、ここからずっと密貿易やってますかね実際には琉球王国はこれに対しては何の抵抗もせず無抵抗で実際に受け入れています。はい、うんはいはい そして1610年から1617年のイングリア戦争、まあ、これも同じくモスクワの大混乱に乗じて、まあ、国益を拡大しようとしたワーサチョースウェーデンが、まあ、ロシアツアーリ国の内戦に介入した極地紛争ですね、はい、スウェーデンとかデンマークもね今小さな人口の国ですけどこの当時はね結構対外を持って,て強いですからねこの頃は大国ですね、はい、まだ大国ですよ。うん はいえー、1611から1613年のカルマル戦争ではロシアの混乱期にデンマーク、ノルウェーがカルマル地,地方を領有しようとしてスウェーデンに侵攻したものですね、はい。カルマル地方を奪われたスウェーデンは、まあ、外交交渉により最終的にまあこれは返還されます。はい、そして1618年から1623年の30年戦争ですね。うん これは新聖ローマ帝国皇帝のボヘミア王フェルディナンド2世による旧教の強制に対してですね信仰の自由の回復を求めたボヘミア神教徒の内乱ですね、はいえー、イギリスが新教徒を支援しましたが新聖ローマ帝国軍により、まあ、これは鎮圧されて、まあ、その後外国からの干渉をここで招くことになるわけです。うんはい このフェルディナンド2世というのはハプスブルグ家ですねさあ、えー、一方で、えー、今度はアジアですね1619年のサルフの戦いは、はい、満州南部の女真集団を統一して五金を建国したヌルハチが、はい、さらに支配地を拡大しようとして明、うん、に侵攻した極、はい、地紛争です。うん、でミンはこれを阻止できず東東半島よりも東 を、えー、誤金にここで占領されてしまいますねここからね真の流れが出てくるんですねそうですヌルハチからね、はい、いきますねそして1620年アメリカのですね新京とピルグリムファーザーがメイフラワー号でアメリカに上陸します1621年から1629年これは北欧です、はい、スウェーデンポーランド戦争ですね、うん、えー、スウェーデンバーサ王朝の 王位継承権をめぐるスウェーデン王国とポーランドリトアニア共和国の全面戦争です、うん、で、これは勝敗がつかずにアルトマルクの和議というのでまあ収束をします、はい、1622年から1890年のインディアン戦争はま北米への白人の入植者とまアメリカインディアンの 二百六十八年、まあこの地域だけでして全域にずっとつながっていくね、はい、全面戦争ですねで。その結果、多くのインディアンが虐殺され、ホリウチへの 移住をまあ強制されていくわけですね。うん、はい、まあ、それはここから始まったということです。そうですね。だから、もう、ちょうど江戸幕府ができて、もう、落ち着いたあたりで、もう、アメリカはこういうふうに。そうですね。インディアン、ネイティブ、アメリカンの方々のは、どんどん殺されていってた。そうなんですそういう,う,いう、ね、流れなんですね。はい、で、幕末には、もう、日本まで、その、アメリカが到達するというと。はい、こういう。 時代のちょうどだから江戸時代の間があのインディアンの方々がこうどんどん侵略されてたとちょうど被るわけですねだから要は東,西東から西へずっと江戸時代をかけていったということです、はい、アメリカがですねはい、はい、次行きましょう1625年から1629年はさ、えー、第2期の30年戦争ですこれはイギリスとオランダに支援された新教国デンマークが 領土獲得をするために新生ローマ帝国領内に侵攻して、ボスボヘミア貴族出身の、まあ、傭兵指揮官のバレンシュタインが率いる、はい、新生ローマ帝国軍と戦ったわけです。デンマークうーニーダーザクセン戦争とも言いますね。はい、次行きましょう。はい。はい 今度はアジアです1627年の五金第一次朝鮮侵攻ですね五金に逆らい民にすり寄ろうとする李氏朝鮮を服属させるため、はい、五金が朝鮮に侵攻したものです、うん、で、これは五金が勝ってここで朝鮮を服属させます、うん、そして1630年から1635年はまた第三 昨日30年戦争ですね30年戦争の中の第3期といった方がいいかな旧教国フランスに支援された新教国スウェーデンが自国への脅威を排除するため神聖ローマ帝国に侵攻した全面戦争なんです、はい、でここで有名なススウェーデン王グスタフ・アドゥルが、はい、まあ活躍しましまた,、ねうん、ただこの方も1632年のリュッツェンの戦いというところで戦死してしまいます。うん そして1632 1634年年からのススモレンスク戦争、えー、これではですねロシア・ポーランド戦争の休戦期間が終了したことでロシアがスモレンスクを奪還しようとしたのを、えー、ポーランドリトアニア共和国が破ってスモレンスクの支配権を維持したという戦争ですね。 えー、そして年年年から年30年戦争の第4期です、はい、ここでは領土獲得を目論む旧教国フランスが神聖ローマ帝国に侵攻しスペインが神聖ローマ帝国の側で賛成した、えー、全面戦争なんですね。はいえー、ということで。 えー、旧教国カトリックのフランスを新教国のオランダとスウェーデンが支援しているということです、はい、だからこの辺からねじれてくるんですよねそう,なんですう敵の敵は味方みたいな感じになってきて結局宗教戦争じゃないんですよ、はい、もうあの,あの要はただの本,本,本,本性が出たみたいな <laughs> 宗教に絡めて国民を巻き込んでたけども、うん、実は権力持ってる側のね両争いになったという絵ですねこの後もフランスは たびたびそういう、あの、掟破りをしたりしてですね。うん、この、せっかく戦争、戦いの構図っていうのが、綺麗な構図を崩しちゃったりすること、よくあるんですね。はい、ですね、覚えるのは大変だったですよ。これ世界史教えてる時にです、ね。にい。ですね、はい。<laughs> さあ、行きましょう。はい。そして、三十年戦争。あ、そうですね。三十年戦争っていうのは、結局。うん えー、1648年のウェストファリア条約でハプスブルグ家を弱体することで終わるわけですね。うん、で戦場となったドイツっていうのはこれによって国土がもう著しく荒,廃荒れ果てて、はい、そして新興諸国プ,、えー、プロシアの独立志向がここで高まるわけです。うんはい、で、えー、またそのこの30年戦争で今も言いました新教と旧教プロテスタント カトリックといった対立構造をことごとく無視して、ね、国益本位で戦ってきたこのフランスですね掟きて破りのフランスはこのあとですね国王の常備軍をまあ早々と整えて、はい、王位継承問題とまあ武力行使の2つをですね まあ連携させて領土を拡張しようとします。うん、はいはい。まあそういうことですね。で結局王位継承もまた戦争のげ、えー、原因とはなるんですけど、ねはい。そうですね。まあ結局なんだかんだ言って領土拡張なんですよ。うん、はい。まあね、ヨーロッパの親戚同士で喧嘩してるもんですからね。まあそうですね。ねはい、はい。まあ後々で話しますが、えー、の時代にはちょっと言いますが、まあまさにこれ。 日本の戦国時代と同じ構造に近いです。はい、もっとこの後、うん、ヨーロッパ戦国時代というべき時代が来るんですけど、はい、はい、もうその走りなんですね。うん、はい。でですね、えー、また話は東にシフトしてアジアです。はい。1636年の後金第二次朝鮮侵攻は、うん、え国名をここではい、新に改め、はいね後金の第二代皇帝本体時が、はいうん えー、皇帝即位を認めようとしない李氏朝鮮に進行した、うん、戦争ですね、はい、でこれは真が勝って、まあ、ここで朝鮮が作風体制に入ります、はいはい、さあ次行きましょう1638年から1660年の三王国戦争はイギリスで国教会による王の絶対主義があ限界に達したことからですね、はいえー、22年間にわたる内戦となったものです。うん 王権の制限とカトリック勢力の排除を求める市民革命勢力が王政を維持しようとするイングランド、スコットランド、アイルランドを破り、絶対君主制から立憲君主制へと移行します。はい、えね、有名な政教と革命と呼ばれるやつですね。はい、はい。で、イギリスでは新教と旧教の対立構造がこのアイルランドをめぐる貴族として、え、アイルランドの貴族をめぐる内戦 といった形で、はい、ヨーロッパでは一旦もう宗教対立というのでは戦争ならないってなっちゃったイギリスそのものはずっとこの新教対忠教という対立行動が残りますねそうですねウェ、はい、ストファリア条約でね,ね宗教が違うからって人殺しだめだと、ね、いうことで取り決めたので、ね、それでちょっと緩和されたんでしょうね,ねまあそうでしょうね、はいまあ、懲りたんでしょう今回は17世紀の前半を見てきましたけれどもこのちょうど1648年にできたウェストファリア条約で、はいえー、もう これからですね、宗教が違うからと言って殺し合ってあ殺してはいいんですよと今まで異教徒は殺していいっていうような倫理観がありましたけども、ヨーロッパでも宗教が違うからと言って人を殺してはいけませんというようなルールが取り決められてですね、はい、まあ宗教戦争的な度合いは収まってはいくんですけど、はい、戦争はこれからも考えていこと。全然続きます。はい、これ次回17世紀後半にをあ次回にね、はい、時間の関係でお話しますが、まさにそこからヨーロッパ戦国時代というで,、はい、でまあこれはもう。お 要は戦争する原因は探せばいくらでも出てくるから、はい、で宗教ではできなくなったということで、うん、次にまあ王位継承とかですね、はい、まあそういったものをまた戦争の原因としてつづっていきます。はい、はい、まああの詳しいことは次回お話しさせていただきます。すね、はい、まあヨーロッパが戦争したところで日本はどんどん平和になっていくっていうこのコントラストをですね、すはい、感じていただければなというふうに思います。はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。